こんにちは、堀口教授です、今回はなんとクレイジーミーさんにお邪魔してます。イエーイ、まあ、今日はちょっとあのクレイジーミーさんをお借りしてなんと河村夏樹さんとコラボになります。はい、はい、このタイミングで出てきました、はい、よろしくお願いします。くるみさんと柔術で対決するっていうことでグラップリングです。あ、グラップリング、はい、そうグラップリングね、はい、ちょっとグラップリングを教えてくださいっていうふうに言われたのでちょっと教えてあげちゃおうかなとただくるみさんは堀口選手大好きなので、うん、ちょっとだいぶこれでまた怒りを煽いでしまうと思うんですけど、うん、よろしくお願いします。じゃあ教えていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、川村さんの実力は全然今わかんないんですけど、はい、だから練習とかやってます？あの AACC さんで、はい、ただがっつりやってるのは1ヶ月ぐらいですAACC さんの名前出して大丈夫なんですか？お、ダメかな。いやいや、そういうんじゃなくて、はい、あの練習してますって言って、はい、全然ダメだった。そういうことがっつりはそんなにやってないってことで、お願いします。じゃあ、シャドウとかちょっと見せてもらってもいいですか？え、なんでシャドウですか？はい、やってみてください。はい、お願いします。あ、でも形にはなってますね。うん、あ、いいじゃないですか。そう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 、うん、そう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 、いいじゃないですか。あ、じゃあ意外と結構やってるんですね。寝技が、まあ、本題ですよね。今日は助っ人を準備してますので、はい、誰ですか、誰お呼びしたいと思います。はい、お願いします。おお、佐野拓也くるみさんは柔術をやっております。なのでそこを含めてちょっと対策をお願いできればと、うん、じゃあ一回組んでみて自分と、はい、で本で佐野さんとやっていただく感じですか？そうですね、体験して、はい、このぐらいの技なら使えるかなっていうのをあの佐野さんを、まあ、実験台にしてやりたいと思います。試合は立ちからですか？立ちからです。でグラップリングなんで倒して決めるまで、そうですね、1分ぐらいで実力を見たいと思います。よーい、スタート。はい、お願いします。お願いします。ちょっと待ってこれずーっとこれじゃんさ。確かに1分しかないから。そうずーっとこれじゃん。よーい、スタート。お願いします。よっ、おお、うまいっすね。うまい。いや、こっからどうすればいいか分かんない。うまいっすね。いい、そうそう、いいっすね。うまーめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ手加減してください。いやいや、それはそうですただ一つ思ったのは、自分下だったじゃないですか、はい、この時に脇をこう刺されてたじゃないですか。これがダメです。あ、もうこうやられちゃうと返されちゃうんで、どんどん上げられて、だからしっかり相手の脇の下からこうやってパスして足を上に上がっていく。で常にこの胸を相手の胸にこれだっつける。じゃあまずガードからやりますか。はい、ガードを切ってハーフ取ってパス、はい、までいきますか。やったことあります？いいえ。じゃあちょっと下、あ、佐野え、佐野さん、ちなみに寝技はやられてたんですか？いや、やってないです倒してくるんで、足で、はい、膝をちょっと前に出して、はい、しっかりベースに、はい、相手の腰骨を押す、はい、膝を相手のお尻のところに、自分が下がりながらこの肘でこの内ももを押していく、はい、そうするとこのガードが切れる。うわ、で、そして切れたらすぐにまたぐ、はい、またいで、すぐあの枕って言うんですけど、はい、枕して脇を刺す。ちょっとしたポイントなんですけど、はい、相手の顔をこの上じゃなくて肩を使ってちょっとだけ横に向けて、うわで、あとは足をこう取ってパスが、はい、通り過ぎてって、はい、上に上がる。あ、ここまで。ここまで。これは難しい。自分がやった方がいいですか？それとも見た方がいい？見てた方がいいのか。客観的に。そう、客観的に。じゃあもう一人助っ人。私の YouTube チームの塚本さんです。はい、
髪型も同じでちょっと分かりづらいペコの原理でこの肘で内ももを押す、はい、膝どっちか中に入れてください。その時にこれを外さないでください。もう頑張って外さないように。はい、あ、ダメだ、もういい、自分やるで、絶対にここのバランスを保たないとダメですよ、はい、最初絶対こうやってくるんですよ、はい、ここで、入れて、そう、自分もケツ引く、そう、ケツ引いて、こっちの足、こっちの足をこうやって終えて、そう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 、肩に体重かけながらお尻をちょっと上げていく、足を抜くためにピョン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 って、そうそうそう、で、腰切る、腰切る、反対、反対、反対、そう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 、抜けた。で、なるべくこの時に自分の位置と相手の位置が十字になるようにポジションを取って、そう、そうするとこういう横の動きになる。あ、すごい。なるんで、はい、そう、で、じゃあここから今度マウントいきましょう。膝を自分の腹の上に乗せて、そう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 、そのまま、はい、足を伸ばす、そう、技もやっちゃいましょう。じゃあ今の状態で頭をつける、はい、うちの脇差してる指をこうやって進めていく、ウィッ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 、そう、上にバンザイさせる感じで、そうそうそう、すごい、そう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 、どん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 、それをこっちまで続ける、こっちまで、そう、で、顔を、そう、もっと下、もっと下、もっと、そう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 、で、手と手を組んで、で、足をまた膝から、今度はこういう感じです、足を使わないと、こうやって組まれたら、あ、本当だ、畳んで、そう、で、横について、で、膝伸ばす、膝伸ばして、頭をここにつけて、絞る、これが肩が、はい、そう、わー、すごい、これ続けてていいんですか。続ける、絶対続ける、はい、で、頭の力も、そう、あー、オッケー、これマネルケープに、そう、マネルケープにやって、リスクなくて、上を取ったまま、これ決められるんで、すごいおすすめ、自分は。確かに。そう、くるみさんに防御やられた時って、あ、確かに、逆はどうしたらいいですか。そうそう、じゃあ防御された場合で、防御って結構こうやるんですよ、こう、え、足使うんだ。ここを締められると決まっちゃうんです。ここにスペースがない、ここで決まっちゃうんで、はい、ここに隙間をこうやって作る。一回見せます、その絶対に反対の手はこうやってこう貼っとく、貼っとく、うん、貼っとかないと、こうやって畳んでると相手がブリッジした時に自分転がっていっちゃうんで、で、これで相手が自分の手の方の足を掴んで、ここでほら、これ、あー、ほんとだ、こうなっちゃったらもう多分決まんないんで、こっちの足もう一回こう入れちゃって、で、もう一回戻る、はいこっちに体重かけて足もこうやってグーッと伸ばして、おー、うん、で、ここに隙間作られたら膝を入れる、そう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 、で、あとはこの取られてる手をブリッジしてこっちに回して、うわー、すごい、違う違う違う、今は倒れちゃいましたけど、普通は倒れないですか。あ、そうですか。ブリッジしてこの手を取っちゃえばもう決まんないんで、ブリッジしてこうやって、からはー、で、もうこっちは何もできないんで、おー、こうやって、ほんとだ、こんなガチテクニックでいいんですか。いや、めっちゃガチテクニックで、ガチっすよ、すごい。じゃあ一回流れでやった方がいいですね。まずここ置いて、怖い、足を入れて、めちゃめちゃ本気肘でこうぐーっとこう後ろに下がりながら、ほら、離れますよね、離れますね、で、越えて枕して、こうやってピョンピョンピョン抜きました、抜いて、腰入れて、わかりやすい、はい、ハーフ取ったら手をこうやって進ませて、あ、どうぞ、ここでグッ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 、バンザイさせて、バンザイさせたところにすぐさま顔をグッと入れる、がこう上がってって、組まれてない方の膝を入れて、で、防御ですよね、防御、はい、まず膝を組む、隙間作って、今度ブリッジで相手の方に手を外す、そう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 、次のやります。くるみさんやってたのって多分三角とか下からの技が多かったですね。なんか引き込む系が多分多いのではないかな、はい、じゃあそれの防御とこっちもできるようにします。でまず三角締め、腕両方持って、はい、片方自分の股に入れて、はい、で自分の腰を上げてこうやってくる、降りたい。それで組んだら、
足首を膝の裏に持ってくる、はい、決め方のコツなんですけど、これで組んだら自分のももをグッと締め、あ、やばい、そう締めて頭を落とす、はい、頭を落とす同時に自分の腰もちょっとグイッと上げる、あ、うん、もう防御は足上げてきたなと思ったらすかさずもうこうやって上げちゃう、あ、上げちゃう、つけちゃう、そう、これで、あ、すごい、大丈夫ですか、はい、で、さっきやったこうなってるわけですよ、さっきの、そうで、そうで、さっきの、そうそうそう、あれ、さっきのができてない、こっちの足を止めておいて自分のお尻をこうやって下げていく、入れて、お尻も、お尻も下げる、できてんな大事なのは自分の体重移動、こっちはあくまでもサポート、自分の体勢をこうやってグーッと、メインはこっちで、サポートでこっち、顔がもううわーってなってる、よし、よし、いい、そう、そう、じゃあ肩固めまでいっちゃいますか、はい、あの真ん中にもう入れちゃってください腰、そう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 、そう、これを蹴りながら自分の足を引いていく、抜いていく、そう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 、締める、締める、締まってない、そうそうそう、はい、オッケー、暑い、マジで暑い、多分これをみっちりやってれば全然余裕だと思うんだけど、何か得意技を一つ作っといてそれだけに特化してるとめちゃめちゃ強いんですよ、あー、なるほど、そう、例えば今成さんとかもう足感だけであれだけ、はい、はい、そう、だからあんまりそのいろいろやりすぎても良くないのかな、足感はアキレス腱固めだけありです、うん、これでこういう、ああ、そうですね、簡単っす、それの防御は、はい、ガードポジションからこうやって入っていくのが一番簡単なんですよ、うわー、怖い、寝てたら決まっちゃうんですよ、まずこの足をビタッと解いて立ち上がる、はい、そう、で、こっちに体重をかける、そう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 、ちょっと自分やります、はい、だからまずこの足を解いて立ち上がる、こっちに体重を置くそうするとここの力がもう効かなくなる、何も効いてないですね、そう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 、まあ、立ち上がってもここでもこう組んでくるやついるんですけど、そう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 、この足をまず引いて体重をかける、でも足パスして、うわ、もう最悪のポジションですね、常に足感来たら立ち上がってこういう体勢を作っちゃえばそこまで危なくないです、分かんなかったらもう抜いちゃえば、じゃあ寝たままが一番良くない、そう、寝たままこうやってあーってなってると決まっちゃいます、それ決まっちゃうでしょ、もう一個いいですか、はい、なんかくるみさんが石渡さんって呼んだ時に、はい、完全に抱っこしてたんですよ、そうなったらどうやって落とせばいいですか、前にじゃあやってください、前にこうやって来たところで別に何の技もないんでバックだったら危ないですよね、いや、バックだったら危ないですよ、バックのじゃあエスケープいきます、はい、足まず見る、そうです、で、タスキって言うんですけどこうやってかけるんですよ、はい、多分こういう状態になると危ないんで、はい、足こうやって組んでくれてたら、はい、4の字組んで、はい、自分の腰を反ると決まるんですよ、ある程度、私が、そう、本当にめっちゃ痛い、そう、そう、だからこう組んでくれたら邪魔見ろっつってこうやってギーってやっちゃう、そう、分かってる人は大体こうやってくるんですよ、へぇ1個落ちる、一番下の、あ、こっちだけか、そう、下の足が、はい、あの抜けちゃうとバックってもう意味、効力がないんで、で、こっちはなんでこうやってるかっていうと、こうやっちゃうと、こう、両方入れちゃうとこう回られるんです、うわー、ほんとだ、こっちの足をこうやってまずまっすぐにすると結構外れるんで、自分の腰全体、ケツをだって床に沿ってこうやって、うわー、はい、グリ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 で、あとはこうやって、うわすごっ、わかりました、わかりました、まず足を、下足を伸ばす、伸ばして越える、足で越える、足で越える、そうで、お尻を、違う、あれ、お尻を床につける、こっち、そう、スライドさせていく、はい、はい、全然違う、修正、佐野さんこの下の足を抜きたいんで伸ばしたりしても結構難しい時もあるんですよ、そしたら逆の足をこう蹴って、そのあと、はい、お尻をここにつける、床に、あー、で、反って、スッスッて、で、取りに行く、おー
大丈夫ですか、ね、からすごい小さい響き声が伸ばすで、それでも取れなかったら、あ、反対の足で蹴って、よし、イエス、イエス、で、振り返る、足を抱えに行く、よし、で、上に戻ってくる、枕して、常にそう、その形に戻ってくる、で、肩固めに行く、で、足入れる、こっちも、そう、そう、いいっすね。あ、あとは、はい、あの、立ちからの倒し、それがね、まだ分かったんです。そう、寝てからのは、いろいろ教えていただいたんですけど、うん、そこまでの流れが分からないんで、うん、ちょっと足技を教えます。はい、こう四つってこう組んで、自分がよくやるのは、この組んでる方向の手、こっちをこう引くんです。うおー、それと同時に、自分の足をこうやってピョンって出す、ダウンしてくるときに、こうやって、おお、すごい、これが力を使わないで倒せる技ですね。わざとこう押して、相手が押し返してくれてるで、すぐ枕とかこういう形に作る、はい、そう、で、相手を押して、相手がこっちを出してくるときに引っ掛けて、止めて、うん、自分をこっちに流れる、そうそう、倒れちゃダメ、こっち足をこうやって逃げる感じ、そう、引っ掛け、そう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 、さよなら、さよなら、さよなら、そうそうそう、そういう感じ、はい、分かりやすい、はい、はい、分かりやすい、分かりやすい、押す、押す、はい、出てくる、出てくる、出てくる、そう、そう、で、倒れた時にすぐさま、そう、そう、あ、ダメ、今の声がダメ、はい、そう、そう、そうで、長く長くタップ絶対しないから、最初の頃はそう、ゆっくりゆっくり、そう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 、最後自分にやった方がいいですか、佐野と、やめろ佐野さんが何もよし、今日マジ苦しいっすね、佐野さん、お願いします、もう時間ないからね、時間ないから、すぐ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 、そう、おお、そうそうそう、はい、どうやるどうやる、慌てない慌てない、今見て見て、手の位置見て、ほら、どっち、そう、どっち、そう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 、うん、もっと上げる、もっと上げる、進んでる、もっと進んでる、顔の方向に、顔の方向に手を上げさせてる、もっと自分の顔こういう人聞こえないと、そう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 、そう、そう、来て、でもちょっと一つ言うと、やっぱりこう、こうやって自分の足のある方向にこうやってやっちゃうと、逆にやっちゃうと、今さっきこうなったんですけど、そうですね、手も上げづらいし、だからここで、すごい上げづらかった、そう、だからここで引っかかる、じゃあ逆なんだ、絶対にバッテンになるように、あ、わかりやすい、あ、本当だ、そうすると全然動けないし、もうこれでももう苦しいし。わかりました。こんな感じで終わりにしたいと思います。はい、どうでしたか？すっごい、あの、うん、一瞬で知識を得られた気がします。はいはい。はい、やっぱそんなにいっぱいの技をやるよりも、一個の技を短期間にガッてやった方が、時間もないので、はい、うん、その方がいいかな。でも、こんなにガチでやってたら、レベルの差が出ちゃうんで、はい、じゃあまあこんな感じで終わりにしたいと思います。本当に。はい、ありがとうございました、はい、この動画が良かったと思ったらグッドボタン、悪かったと思ったらバッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。河村さんのチャンネルでもコラボ動画出てるので、はい、概要欄に貼っとくので、ぜひ河村さんのチャンネルにも行ってください、はい、全然違う、格闘技とは全然違う感じです、はい、じゃあまたね。